はい、こんにちは、レトスノーノです。6月1日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。6月に入りました。1ヶ月があっという間に過ぎてしまったんですけれども、先月、5月の1ヶ月間でどれだけ勉強できましたでしょうか。計画表があればどれだけ勉強したのか後で見直すことができます。この1ヶ月間の勉強をあと4ヶ月ちょっと繰り返すことで合格できるかを考えてみましょう。合格できそうならその調子を維持して、合格できそうにないなら対策を考えましょう。今であればまだ間に合います。実際昨年も4ヶ月で一発合格した受講様もいます。諦めずに考えて実行していきましょう。それでは本日の3問に入ります。留置権を行使していれば常に権利を行使しているため、時効の期間が開始せず債権の消滅時効は成立しない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ誤りですね。目的物を留置していても、債権の消滅時効の完成猶予もなければ、時効の更新もありません。そのため、留置権を行使しているだけでは債権は消滅してしまいます。留置権の行使っていうのは、物の引き渡しを拒絶しているだけなんですね。代金債権そのものを行使しているわけじゃないんですよ。債権自体を行使しているわけではない。権利を主張しているわけではない。だから、時効の完成猶予もないし、時効の更新もないということなんですね。まあ、そのため、請求などしないと、時効の更新はないよということです。つまり、債権の行使っていうのと、留置権の行使は違うんだっていうことなんですね。あくまでも留置権の行使は、物を留めておく、返さないでおくっていうだけで、代金債権の行使っていうのはお金を払ってっていう風に裁判等で請求をすることを言います。まあ、この部分については時効の内容ですよね。時効の内容です。例えば時計の修理代金を所有者が支払わないことを理由に、時計屋さんが時計を留置していても何も請求せずに放っておいたら、時計屋さんの持つ代金債権は時効によって消滅するって話なんですね。まあ理解すると、ふーんそうなんだって思うと思うんですけれども、私自身も初めはそうでした。で、このふーんそうなんだって思うことが、記憶の定着につながってくるんですね。試験になって、あれどっちだったっけってならないように理解が必要なんですよ。理解をすることによって、あれどっちだったっけっていうふうに迷うことがなくなるんですね。理解できているから答えを自分自身で導くことができるんですよ。丸暗記だったら、あ、この場合もあったし、この場合もあった、あ、どっちだったっけっていう風にもう勘になっちゃうんですよ。でも、理解があれば、ちゃんと論理立てて物事を考えて答えを導けるから、こういうことないんですね。なんで理解をしてくださいっていう風にお伝えをしているわけです。なので、短期講座の受講者様は、昨日メルマガでお伝えをした動画、ぜひご確認ください。もし、昨日のメルマガでお伝えをした動画まだ見ていないという方は、そちらの方ご確認ください。留置権だけではなくて、他の分野とのつながりも解説しておりますので、効率的に学習ができます。もしこのように効率的に学習したい、今年絶対合格したいという方は、ぜひ短期集中実用化アップ講座で一緒に勉強しましょう。短期集中実用化アップ講座は、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただけます。で、問いです。A 社、国土交通大臣免許を受けている A 社は、高県に本店、乙県に支店を設置しているが、乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を、高県内にのみ設置して事業を営むこととし、高県知事へ免許替えの申請を行った。丸か×かという問題です。答えはこれ丸ですね。そもそもまず A 社っていうのは、高県と乙県に事務所があります。そのため、国土交通大臣免許を受けているんですね。で、その後、すべての事務所が高県に移っています。これは問題文からわかりますね。乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を高県のみに設置してって書いてあるわけなので、すべての事務所が高県に移ります。となってくると、A 社っていうのは、高県知事免許が必要ですよね。つまり A 社はもともと国土交通大臣免許なんですけれども、その後、高県知事免許にする必要があるわけです。まあ、これは免許替えですね。よって、A 社は高県知事へ免許替えの申請を行わなければならないから、丸ということになります。で、実はこの問題、申請に関するポイントがあるんですね。で、これ引っ掛け問題でよく出題される部分なんですね。
なので短期講座の受講者様にはこの関連ポイントも合わせてお伝えいたします。受講者専用のメルマガからご確認いただければと思います。では問い3ですね。オツ氏が所有する市街化調整区域内の1万平米の土地と兵氏が所有する市街化区域内の2500平米の土地について宅地建物取引業者 D が購入する契約を締結した場合、 D は事後届を行う必要はない、丸か×かという問題です。答えはこれ丸ですね。 D はオツ氏と兵氏から土地を購入しています。オツ氏、兵氏っていうのは地方公共団体です。地方公共団体が取引の当事者、まあ、つまり売り主もしくは買い主ってことですね。なのでこれらの取引、まあ、売買契約においては届け出の必要がありません。したがって D、宅建業者 D はいずれの土地の売買についても事後届出を行う必要はないということになります。じゃあなんで届け出不要なのかと言いますと、これをちゃんと理解する必要があるんですね。これは地方公共団体が取引の当事者の場合、つまり都道府県だったりとか市町村ですね、これが取引の売り主だったり買い主だったりする場合、地価が高騰する恐れがある価格で売買することって考えにくいんですよ。妥当な価格でしか絶対に売買しません、この地方公共団体は。したがって地価が高騰する恐れがないから届け出は不要としているわけです。理解すれば覚えるのも楽になると思います。で、短期講座ではこのように理解をしながら学習していきますので、比較的楽にポイントを頭に入れていただくことができます。単に結論だけ覚える、つまり地方公共団体との取引では事後届で不要って覚えるんじゃなくて、きちんと理解した上で頭に入れているから定着もしやすいんですよね。頭に入れやすいんですよ。そういった勉強をしていくことで短期間で実力を上げることができますんで、もし今年絶対合格したいというのであれば短期講座ご検討ください。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただけます。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。そして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。